信念とは大いなる力に到達した人間の意志である。いいね、映画みたい。俺邪魔だな。うんしょうんしょ。いや、ハハ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 ハ。あ、いや、ありがとうございます。自分もまあこの玉座に座れるっていうのはまあ光栄には思いつつもまあ任意思いかな言うて思ってますけども、まあ陛下言われるからには、しっかりその辺をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。陛下です。よろしくお願いします。はい、お願いします。あー、座り心地いいっすね俺。あ、ありがとうございます。うわー、うめー。永遠に王の助けとなることを心に誓わん。心に誓わん。あ、ここ違うんだ。我らが王に。あっ、どんじゃ。あ、竜をほほらんとする者よ。なんだこれは。心を捨て、命を捨てる。ドイツだね、ここは来たキャラクリっすか。ちょっと待って、俺もキャラクリで28時間ですわこれ。ね、犬と猫いる。あれ待って、ちゃんと見たら猫と猫だわ。うわ、どうしよう。1段階目どうする。タズミリク作る、社長作る。いや待って、ポーンが従者でしょ。だからリックン従えたくね。リックンいるやん。リックンいた、二の右上に。あ、でもこいつかっこいいな。よし、イケメンでスタートします。うわー、レオンやん。レオン、まあいいや、デフォルトで。どうしよう、まあ自分に合わせとくか一旦。カリッカリにする俺もう。ね、弱そうじゃね。下半身の筋肉よ。ガリガリすぎる。何が各社様だよ。あ、重量って書いてあるわ。ちょっと待って、これさ上げてみよう。あ、重量増えた。全然持ち物持てないの嫌なんだけど。普通にきつい、装備できない。マジやるしかねえ。あ、進撃の巨人かよ。できた、頭部。頭部でも重量変わんの。ひとしくん人形作れるぞ。え、ドラドラゴン倒せねえだろこいつ。これチャリ乗ってできた怪我だよ多分。心臓抜かれたとかじゃないこいつ。俺なんかもうこれやってるだけでもう筋トレやっぱ行こうって気になったもんね。モチベになる。あーはー、こうだね俺マジこう。こんにちは、クザです。猫背すぎ。これはひどい。ねえ、体重どんどん落ちてく。具合悪そう。ギリ生きてるぐらいにしよっか。もう悩むって。もうリスナーが作れたらいいのにね。29人気だな。 9は無理だ、俺には押せない。9は俺のモチベーションに関わる。9はよし、できた。ボイス、ボイス、ボイス何。ドゥーね、いや、なんで2個目あなの。渋い武人。俺は不死身の杉本だ。4にするか。ジョブです。問題はキャラクリおもろいな。でしょ。個人的にはシーフやりたいんすよ。やっぱやりたいやつやるのがいいか。うダッサいんだよな。アーチャーもいいけど俺遠距離って感じじゃないんだよな。よし、シーフにしよう。年齢、おい、めっちゃ、ちょっと待って、そんな年上じゃない俺。ちょっと吸血鬼に優しくないなこれ。
うわ、めんどくさ、自分の年齢まで持っていくの。まあ100から数えてないけど、俺何歳ぐらいなんだろう。見た目的にはそんぐらいだよね。よし、ニックネーム。イブラヒムあるんだけど、ずるくね？あー、まあ、お、あードラか。惜しいな。じゃあちょっと恥ずかしいですけど、サーシャで。あった、普通にあった。名前クズハト。何やってるんだクズが。俺はクズハだ。走ってるのか俺、これ走ってるか。え、こっち待って、脱走できるぞ。海だ。本当にあったんだ、壁の外には海が。これ落ちないよな、さすがに。仕事っつったって、俺何の、俺時給1000円以下はちょっと無理よ。仕事をするのですね。はい、では奥の作業場にある岩をここまで運んでください。何、仕事をするのですねって。俺別にしないよ。じゃあしない。ちょ、話しかけてみるか。お前も働け、クズが。クズハっつってたろや。仲間に聞きやがれ。分からねえことは仲間に聞け。優しいなお前。職場のみんなに聞いてねってことね。何が起きてる。ああ、なんでメデューサがいる？これあれじゃん、画面設定の時いたやつ。あ、ガチメデューサだ。目見てないのに固まった。やばくね？まさか目を覚ましやがったのか。この辺で寝てたの？行け、お前らあれを何とかしろ。死ぬ気で行ってこい。ふざけるなよ。給料上げてくれ。アーチャーだ。おい、助けろ、早く。お前その紅生姜飾りか。カリカリだけど戦うしかない。時給アップチャレンジだ。うおー、チーフの武器は。逃げろ。隙を狙って攻めましょう。給料を上げろ。てあった、て逃げんか。あ、全然むずい。必死になる。あちゃ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 。え、え、どっか行った。くそ、今のうちにこの場から逃げるのです。やべ、幻覚見えるわ。あなたにはなすべきことがある。忌まわしい呪いのせいでしょう。おい、給料上がんなかった。忌まわしい時給のせいで。運命を信じるのです。あなたは各社なのですから。は？おい貴様、戻ってくるんだ。逃げるなら今しかない。時給280円のこの職場から。こちらです。労働基準法はここでは適用されない。逃げるんです。逃げるぞルーク。パンも買えねえよ。飛びなさい。飛ぶんすか。自分無理っす。あなたが進むべき道。やばい、飛べ。だから今30秒ごとに。いいね、始まった。ロード・オブ・ザ・リングだ、これが。あ、大丈夫か、ルーク。各社様、近づいてはいけません。そんなこと言ったって、ルーク。あ、心配いりません。なんだ、ここ呪われてる。フュージブルに飲み込まれても、私たちは死ぬわけではありません。何、フュージブルって。この近くに、リムと呼ばれる石があります。何？それを探してください。全然わからん、何言ってっか、お前。あなたが各社様なら、ルーク、私たちはきっとまた、お会いできるでしょう。ルーク飲まれた。なんであいつあんな平気そうなの。グリフィンが現れたと思った。あ、グリフィン、そう、グリフィン。そこにお前がいるという。いや違いますよ、乗ってないですよ。私あの死体処理の業者で。まさかお前か、グリフィンの背中に乗ってる。いや乗れないっすよ。俺の腕見てくださいよ、枝より細いっすよ、マジで。よく無事でいたもんだ。手当てしてやるから砦で事情を聞かせてくれ。あ、仲間か、グリフィン。グリフィン、肉欲しい。グリフィンのそげないの。これカプコンなのにそげないのか。どこ行ったらいいの。え、マジオープンワールドじゃね。くっそどこでも行けんだけど。どこに行くつもりだ。手当ては強制しないが、はい、話くらいは聞かせてくれよ。でもお前いいやつやめて、普通に。俺今心すさんでるんだから、時給280円で。そうやっていいやつがいるせいで、もうこの人が辞めないなら。分かった、じゃあ続けますよ。ただもう今月だけですからねって言って、ずるずると280円の職場続けてきたの俺は。人がいいから
続けてたの？なんかめっちゃいっぱい柄芋。なんかもう顔色は顔こんな丸かったっけ？スープちゃってありがとうございます。やはり俺は各社様だったのか。どうぞこちらへ。なんで各社ってわかんの？てか各社って何？我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。何これ、異世界転生ものみたいな？思い描いてください、あなたに従う忠実なる者の姿。うわー、ここで作んの？ポーン、いや、ここでリックン作りたいんだけど。いいね、本物持ってこよう。ちょっと待ってね、タズミリック、一番最新の。おい、リックンってこんなだっけ？参考になる。え、待って、いろんなリックンいるんだけど。すごい、なんか海外向けの記事多いな、リックン。俺がアルファベットで調べてるからか。これね、西洋リックンじゃん、これ。これもあります。これもあります。で、これ最新ね、これ。これもあった、これ。これ何これ。何食ってんの、これ。どこで撮ったんだよ。いい笑顔だ。まあでも完成してるけどね、すでに。目だよね、問題は。一旦ちょっと目の色黒くしてみよう。なんか怖い、りっくん怖いよ、目に光がなくて。りっくんかこれ、怖いよ。なんかこう変わっちゃった、上場して、上場して目の光がなくなった。りっくん髪の毛変えるか。髪型どうしよう。確かに髪型のせいで河川に見えてきた。本当かなあ、本当かよ。あ、なんか本当な気もしてきた。なんか俺嫌なんだけど、怒られそう。なんか似てきた。ちょっと近づいたかも。怖えよ、普通に怒られたら言及される。うん、反省文。リックの方が良かった。社長、社長来てくれたんですね。目が死んでる。もうダメだ、もう。私たちは脅迫の民と呼ばれ、異界を旅する。喋り出した。ここと離れた別の世界ともつながっています。リックン、ここと離れた別の世界、エニーカラー大陸ね。他の世界で得た経験や知識は、きっと各社様の旅の助けになりました。マジっすか。お願いします。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。これ偽…リックンなんか炎上してない？だから燃えてんだけど。あ、後ろの焚き火か。タズミリックって書いてある。私にお答えできることならば何なりとお尋ねください。くっそおもろい。おいしーす。各社を語って人儲けしようとしてるんならやめときな。は？処刑されるのがオチだぜ。てめえやっちまうぜ。うわ、嘘っすよ。え、マジ冗談っすよ、もう。冗談や。まあまあまあ、落ち着いてくださいよ。怖っ。え、怖っ。リックン、おとりになれ。俺が上からハーピーを。リックン、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 カム、リックン、リックン。つかみつかみ。お、いいのいるじゃん。ウサギ投げよう。ウサギ拾って、おいしょー、当たった。おれー、よーし、オッケー。助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出なかった。今回はあんたのおかげで助かったけど、一人でどうにかできるくらいもっと鍛錬しなきゃダメだな。お前は立派なファイターになるよ。うめえ、この曲。俺は急いで帰るけど、また会いに来てくれよ。じゃあな。ん？どこ見て喋って。リックン、リックン恥ずかしがんないで。なんか木陰に隠れてるんだけど。ゴブリンで金稼ぎするか。無傷で倒せそうだし、ゴブリンなら。ダメージが残った我々に倒せるでしょうか。おれ、待って、ハーピーいない？まず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 、パー、寝たらやばい、寝たらやばい。いって、ちょ待って、俺、え、もう死にそう。え、やばいやばいやばい、こんなとこで、やばいやばい、嘘でしょ、くそ、死んでたまるか。俺はこれから王になる男だ。さすが各社様、いい連携。え、何今のリックンとのハイタッチ。
これキャンプ場見つけないと相当やばいよ俺ら。待って、やばい、あ、まずい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 、連れてかれた。ちょ、リンくん、死ぬ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 、やばいやばい、狼が強すぎる。リンくん、やべえやべえ、つえ、え、これもう回復ないよね俺、あと死ぬだけ。あ、なんだよこれ。一回キャンプしよっか。よし、テンテテンテリリテンテ、え、リアルすぎる。何 K？ 4K の日じゃない、 16K、 え、あ、32K ぐらいだった。あとは寝るだけです。はい、じゃあ寝よっか。うっしゅー、これも通販デッドソードじゃない？レンジャータイツ！きた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 ！やっと俺のこのカリカリの足を。レンジャータイツこれか。ふざけんな！なんだこれ！終わってんだけどこの装備！もうやだ。ねえマジでやだこの服！なんでこんな無様な格好をしないといけないんだ！どうにか次の装備を手に入れないと。ちょっとあの画面の下半分隠してください、恥ずかしいです。服ください。あ、商人っぽい。お客さんは大歓迎よ。ズボンだ。12,000円でこれ買うの俺。女性用ではダメだ、あんまり変わらねえ。というわけで今日のドラゴンズドグマはここまでとさせていただきます。マジズボン終わってたからかっこいい服にしよう次回は。ではタイアリタイアリ、バイバーイ。